スイートネムスカイスイートナム1988年5月5日台はガールズロックンポップを標榜するカナダ出身のシンガーソングライターである。オンタリオ州ボルトンという人口約1万5000人ほどの小さな町で生まれ育った。名前の由来はスコットランドにあるスカイ島から。9歳の時から作曲活動をし始め祖母が通っていた美容室で デモテープを流していたところ、そこにいたお客が気に入り、知り合いの若手音楽プロデューサーのジェームズ・ロバートソンをスカイに紹介することとなった。それからは彼の家の地下室にこもって作曲活動に取り掛かり、14歳の時にキャピタルレコードと契約する。彼女は単なる若手シンガーソングライターというわけではなく、プロモーションビデオを自分で撮ったり、 服を自作したりと幅広い創造性の持ち主でもあり、楽曲の中にもホラー映画から影響を受けたものがあったりと多分に彼女の独特なセンスが現れている。2003年にシングルビリー・エスでデビュー。この曲が映画ハウツー・ディールに使われ、またブリトニー・スピアーズのツアーの前座に抜擢されるなどして徐々に名が知れ渡ることになる。そして2004年にアルバム ノイズ・フロム・ザ・ベースメントをリリース。タイトルは、ロバート・ソン家の地下室で作曲活動したことに由来する。2006年、メキシコの歌手ベリンダに自身の未発表曲を提供。スペイン語に翻訳され、キエン・エス・フェリスという曲として、彼女のセカンドアルバム、ユートピアに収録されている。ありがとうございます。